Y'all gotta give me a minute. I gotta go get something and bring it upstairs. Well, I made it back just in time. レガリアも積んでもらえてよかった。通信機は残念だった。水神の騒ぎでのことなんだが、帝国軍が撤退する中、妙な動きをする揚陸艇がいた。最初の船だ。目をやられた直後、最後に 神殿の方へ向かうのが見えた。止められなくてすまない。俺も意識を失って生きてたんだから。いい、足音が聞こえてきたな。ああ、グラディオ帰ってきたぞ。何頼んでたんだ？人探しだ。気になることがあってな。ああ、探し当てたぞ。すまない。気になるってなんだよ。 夜の長さのことだ。最近長くなってってんだろ。ルシスでも噂は聞いていたが、ここ数日でも、だいぶ変わったように思う。ああ、このまま変化が加速すれば、近いうちに。一日夜って。大げさだと思い、えねえな。六神も半数がやられちまった。星や世界に影響が出て叱りだ。まあな、夜が伸びれば死骸も増える。そっちは実感してるしな。ここでも 誰かその件を話していたんだ。それで俺が探しに行かされたってわけだ。ご苦労さん。行くぞ、待たせてる。ああ、分かった。行ってくる。ああ。 すごくない？この景色。ああ、マジでどうなってんだ。わけわかんねえな。 本当すごいよね。雪雲かな。なんかちょっと怖くて。ここで何してんだよ。何突然。落ち着いてよ。びっくりした。どうしたの。ちょっと、なんで。それ本気？ さあ、ノクト。くそ、あいつ。
嘘だろ。顔怖いよ、ノクト。冗談だよね。もうやめようよ。そういうの良くない。他の人にも迷惑だしさ。冗談なんかじゃねえよ。もう本当に俺を殺す気なの？当たり前だろ。もう逃げろ。何が目的だ。ずっとうろうろしやがって、てめえのせいで。どういう意味それ？俺のせいだって本気で言ってんの？本気に決まってんだろ。今さら言い逃れすんのか。言い逃れって。待ってよ、本当に頼むからちょっと話しよう。あれ、ノクト、大丈夫？今、アーデンが。え、アーデンって、じゃあ列車が止まったのってそのせいなのかな。何が起きたか全然わかんないんだ。グラディオたちは原因を調べに機関室へ行ったよ。俺たちは後ろの状況を確認しに行こう。他の人まで巻き込まれるよ、ノクト。これ後ろまで囲まれてんのかな。前の車両に逃げて。相手してやる。中も安全じゃないね。他にも乗り込んでるかも。後ろまで調べよう。列車はまだ動かせないのか。機関室の方はグラディオたちに任せよう。よし、後ろに向かうぞ。被害はどのくらいなんだ。プロット、
倒したやつが起きたよ。ねえ、やばいのばっかり来たよ。見て、上陸艇が追っかけてきた。あいつら列車を攻撃するつもりだ。撃ち落とすしかねえか。どうやって？撃て。あ、そうだね。いや、いつからだったと思う？
A hell of a chapter.